ロバート・キアスは、アメリカ合衆国、オレゴン州ポートランド出身のプロバスケットボール、指導者。バイオラ大学卒業後、ハイスクールにて指導者キャリアを開始。1988年から1993年までは、南カリフォルニア大学のアシスタントコーチも務める。1997年には、日立本社、ライジングさんのアシスタントコーチに就任。 後のヘッドに昇格し、2001年まで指揮を取った。その後、クラブチームであるウェクセレンスのヘッドコーチに就任。東京クラブ選手権3連覇を達成するとともに、全国でクリニックを展開。2002年に吉田健二ヘッドコーチのもと、日本代表のアシスタントコーチに就任。アジア大会に出場。2005年に帰国し、NBA。 クリーブランドキャバリアーズのアジアチックスカウトに就任。2006年世界バスケにて日本、中国、韓国チックスカウトを担当した。2008年、BJ リーグのシがレイクスターズ初代ヘッドコーチに就任。2年目にプレイオフ進出を果たす。2010年、秋田ノーザンハッピネッツの初代ヘッドコーチに就任。2011年5月19日。 チームとの契約満了につき退任。7月29日、仙台十9アーズと契約合意。2013年2月23日、成績不振を理由に、シーズン途中で仙台十9アーズのヘッドコーチを解任される。英語、日本語、スペイン語、中国語、韓国語の5カ国語を話すことができる。試合中は、ピアス自身の意思を伝えるため、英語を話す。 NBA 以外で観客が常に楽しんでいるのは BJ リーグだけと BJ リーグの雰囲気を高く評価している。ありがとうございます。